CGS ご覧の皆様、ま、こんにちは、神谷壮平です。 本日も日本人のための情報戦をお送りしていきたいと思います。講師は山子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、あのこのまゲッターのですね、はい、レターがこの祝辞ですね神谷さんへのお祝いのレターが残念ながら神谷さんに届いていなかったということで、はい、まあ僕がお届けするということになったわけなんですけどね。はい、で、あの今回まあそのシーパックという保守派の国際イベントのジャパンバージョンに出てですね、はい、ジェイソンミラーさんとも話しましたし、いろんな人とも、うん、あの意見交換しました。はい そこでねやはりそれは今我々はこのグローバリズムの脅威と戦ってるわけなんですよね。はい、であのじゃあグローバリズムって何で脅威なんだろうかということを 整理して考えるということが一つと、はい、それから、じゃあ、グローバリズムにカウンターするコンセプトって何なんだろうかということも、うん、一回ちょっと立ち止まって考えてみる必要があると思うんですね。はい、はい。この CPAC はですね、まあ、いろんな方にあったんですけども、まあ、僕が一緒にパネルディスカッションをした人たち、一人はあのキエランさんといって、このゲッターのグローバルエンゲージメントの責任者、エンゲージメントも要するに、まあ、マーケティング ですね、グローバルにマーケティングしていくそしてもう一人は、えー、ヨーロピアンコンサバティブというメディアを作って発信しているその主観の編集をしてらっしゃるエレンさんという方なんですけどねまずそのケーレンさんがねあの言ったことで、えー、印象に残ったのは、はい、アメリカでねコンサバティブつまり保守派であることはクールじゃないつまりかっこいいとみなされてないっていうんですようん、うん、つまりダサいってことなんです日本でもそうでしたけどね そうですね。一人ちょっと前までは。ああ、そうです15年前僕は議員になった時きは、結構右翼って叩かれましたああ、そっか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 。だから最近ですよね。はい。あの、お、ま、あここ、それこそ10年未満ですけど、はい、そうですね。あの、要するに YouTube でも、あの、保守系の番組がかなり流星になってきたのね。そうですよ。流星になってきたはね。人気になったのはね。そうですよ。日本でもそうですよね。はい。しかし、 今度ですね、その、まあ、日本の場合は、ま、かつての、ま、非常に、ま、あ左翼的な、まあ、理想主義的、空想 社会主義的な感じがあって、はい、まあ保守派イコールよく時代遅れみたいに思われがちでしたけど、うん、ところがご存知の通りアメリカやヨーロッパとか西洋諸国では今度は新しい形の共産主義マルクス主義ですね、はいうん、がキャンセルカルチャーとかいろんな形で台頭をしてきていると、うんはい、でそこでこのコンサバティブであるというのは、まあ、言い換えれば常識的であるということなんですけど、はい、単に。はい ただ単に常識的だと、なんかそれ保守派になっちゃうというですね、盗作があるんですけども、うん、そのコンサーバティブであるということが、かっこいいと全然今、んなそれていないんだと、はい、だから、今日ね、その会場に集まってきた、それは来た人は、まあ、別にただ来たつもりかもしれない、しかし、それはとてもね、その勇気が必要で、とてもその大事なことなんですと、彼は言ったんですよ。 だからそれぐらい世界の特にその先進国での,この風潮というものが、まあ、あのウォーク、はい、ウォーキズムですね、うん、そのウォークというのはこの覚醒したということを、まあ、ウェイクアップのウォーク、うん、過去形過去完了形になるわけですけど、はい、あの覚醒したという意味そのイデオロギーがウォーキズム、うん、それが世界と先進国を席巻しているのでね えー、常識的な保守的なことを言うと、かっこいいと見なされない、ダサいと見なされて、攻撃の対象になっちゃう。これが一つ。はい、それからもう一つは、そのエレンさんというコンサバティブユニオンの方が、コンサバティブ、うん、ヨーロピアンコンサバティブの方が言ったのは、小さいその違いはね、 工定するのはやめようと。はいうん、あのー、もうみんなで手を取り合ってね、うん、もっと大きい視点でいくことは大事だって言ったんですよ。はい、これ本当そうだと思うんですね。すねっていうのは、じゃあグローバリズムってなんだって言ったら、これは国境も取っ払い、個々の国の差異も取っ払い、個々の伝統文化、習慣、そういったものはむしろ邪魔なものであって、はい、統一的な考え方、統一的なスキーム、ルール、ポリシーで、えー、ガバナンスをしていくんだと。 で、じゃあなんでじゃあそれがそんなに脅威になっちゃうんだろうかと言ったら、そこにはものすごい覇権主義があるからなんですね。はい、はい。だから全部の国、こう言うこと聞かなかったら叩き潰すと。うん。民主主義、自分たちから見て民主主義と思えない国は叩き潰す。政変でも起こすっていう。そういう、その、ものすごい、この保守、う非常にこう、派遣主義的な要素を持ったイデオロギーになっちゃってる。だからいけない。はいうん、じゃあ、我々、 それに対抗して、日本的な良さ、日本の伝,伝統とか文化とか、そういったものをきちんと守る。そして何よりも主権をしっかりと守っていこうと考えるわけです。それがまあ、ナショナリズムになるわけですけれども、はい、ところがそのナショナリズムというのが、一歩間違えると、偏京になってしまって、はいうん、それこそ、もう、 外人なんて嫌いとか、うん、もう、血統なんて嫌いとか、はい、あの、なんか、排外主義的になって、ね、なんか、尊能上位論みたいになってきて、うんえー、もう、俺たちは俺,俺たちで祖国していればいいんだ、みたいな、ねえー、な感じに行きがちですけれども、でも、それは現実的じゃなくてですね、あの、まあ、日本の良さを大事にするという健全なナショナリズムを持ちながらも、同時に、他の国々の良さも大事にする。はいうん、そういう、相互に尊敬する気持ちを持って、うん で小さな違いに肯定しないで、この緩やかなあの連帯連携というものを組んでいく。これ一言で言ったらね、インターナショナリズムですよ。すね、国際主義です。うん、ですから、この何が言いたいかと言いますと、グローバリズムに対抗する、カウンターするコンセプトは何かって言ったら、それは決して、あの、 偏強なナショナリズムではないということです。はい、そうですね。はい。健全なナショナリズムを持ちながら、それをベースにしながら、うん そのそういう主権を大事にする、自分たちの文化を大事にする国々が強調して連携していく国際主義、うんはい、インターナショナリズムというものがですね、このグローバリズムと相対するコンセプトであって、それを大事にしていかなければいけない、それを大事にしないと、グローバリズムの津波に飲み込まれてしまう。 ということですね。そのためにはですね、まさにこのまあジェイソンがあこういう祝辞をわざわざあ神谷さんに送ってきた。向こうからだから賛成と動きを見てたってことですからね。そうですね、ありがたいですね。それはゲームチェンジャーなんだと、はい、言ってですね。 え、評価してわざわざ祝辞を送ってきたということはですね、はい、いかにその連携ということが大事であるかということ。それはあの、まあ彼自身が強く感じて、それをこういった形でまあ表したわけなんですね。はい、だから我々もそれはしっかりと受け止めて、世界中にこのですね、 参政党の理念というものは決して日本人だけに向けたものじゃなくて、ね、はい、世界中に広げていく、健全なナショナリズム、うん、それをベースとした健全な国際主義というものを作っていく。はい、それが本当の意味でグローバリズムの脅威と戦うことになるんだと思うんですね。はい。ありがとうございます。もう、まさにね、言っていただいたことの通りなんですけども、まあ、我々参政党の理念がね、日本の国益を守り、世界の大調和を作っていこうと。うん いうことなんで、もう最初から世界を見て作った党なんですよね。はい。ですから偏京なナショナリズムではいけないし、あの、あとね、グローバリズムにもですね、多分、なんか、なんかナショナリズムだけ、いいナショナリズムと悪いナショナリズムって分けられるんですけど、グローバリズムにも僕、いいグローバリズムと悪いグローバリズムがあると思ってて、まあ、要は、多分、いいグローバリズムっていうのが、もう、インターナショナルな。要は、まあ、いろんな世界繋がっていこうと。で、ダメなのは、グローバル全体主義なんですよ。でね、皆さん、グローバル全体主義で何でダメかっていうと、 彼らのも,もうやり方を我々は学ぶべきなんです。まず彼らが自分たちの都合の人を集めて国際会議を開いて、うんうん、勝手なアジェンダを作りますと。<laughs> うん。で、それを世界各国にいろんなロビングをかけるんですよね。うん、タレントとか可愛い女の子とか使って。うん、で、企業とかを集めてお金の力で、その政府に対してロビングをかけていって、どんどんこう知らない、国民、一般国民の知らない間にルールがどんどんと変わっていくんですよ。国内ルールが。気が付けば彼らが作ったアジェンダ。 が、そのまま国内のルールになっていて、で、我々が気がついた時、おかしいじゃないか、でも法律を通ってます、というふうな状態を作っていって、で、そこにですね、なんかこう外国人のコーンとかが政府の中入ってて、どんどんどんそれが推進されていって、で、そうじゃないと、いや、それはポリコレじゃないと、<laughs> 言って、なんか抗えない風潮を作っていくんですよ。うん、そうやって各国のそのオリジナリティをですね、どんどんどん,どん破壊していって、世界を一色に染めてしまおうと。 こういうやり方ですよね。そうですね。はい。そうです。これがまあグローバリズムそう。グローバリズムっていうふうにリズムをつけると、はい、あの、イデロギーになるんですよね。はい はい。だから、その、まあ、いいグローバリズムとおっしゃってたけど、その、例えば、グローバル化するということは、必ずしも悪いことだけじゃないわけですよね。かテクノロジーが発達、まあ、するかはできるんですけども、はい、結果としてですね、昔みたいに、なんか、高い国際電話かけなくても、はい、世界中の人と、なんか、ちょっとアプリケーション使って、繋がれるとかね。あの、いいことも、これはあるわけですね。はい、でも、それが、ただ単に人間の生活とか、あるいはビジネス活動を、より便利にする、 というだけだったらいいんですが、いいすすところが、変なイデオロギーがついてきて、はい、えそれで今おっしゃったようにね、その一つの思想を押し付けようとしてくる。はい、でその推進役となるのが、なぜか、その非政府組織である、はっきり言えば、世界経済フォーラムみたいな、ダブス会議ですね。はいすねえー、そして、えー、国連機関も、 WHO もそうですがあ、そういったところもそういったものの中にこう、組み込まれていくということですよね。そこが勝手にアジェンダを設定して、はい、本当に2030年アジェンダとかって設定して、はい、莫大なお金と影響力と、はいはい を持って世界中にプレッシャーかけていくということは実際に起きている。うん、それがまあ悪い意味でのグローバリ,リズムなんですよね。はい、そうですそうす、はい、そこをきちんと見極めなきゃいけないということですよね。うん、そうです。うん、だからここをねやっぱり参政党は国民の皆さんにしっかり説明してですね、あのそれになったら結局我々はしないところで物事決まってこれが世界のルールなんだって押し付けられたら嫌でしょう皆さん。でそれをね、うん、明確に言ってるのが参政党だけなんですよ。はい。まあだから応援してるんですけど他の政党例えば自民党とかねまあ公明党は もう横に置いとって自民党とかどうなるかというといや分かってるけどそれを言ってしまうと自分の立場がまずくなるとか出世できないとかのけられちゃうとかっていうことを考えて黙っちゃうこれもすでにそのグローバルアジェンダに飲み込まれてるんですよもうすでにねはいそれがあのまあ世界の現実であり日本の現実なんですけれどもただあの世界はですねやっぱり バーンとこう、まあ、神谷さん的な人が出てくる体質もあるんですよね。海外のね。海外はうん、うん、自分の信念を持ってバーンと発言する人やっぱ出てくるんですけど、日本の場合は、なんかやっぱりみんな、ずーンとこう。はい、これはもう教育のせいです。そうですね。ね小学校の時からそういう教育を受けてるんで。そうです、ねはいで。みんな下向いちゃってですね。そうです。はい そういう、だから逆に日本危ないんですよ。危ないです。従順すぎて。そうそう。向こうから見たらなんて従順な。そう。そう。もうピープルっていうかシープルっていう。シープル。いいですシープルって感じだなってことになるわけですよね。はい。ので、生は教育から変えていかないといけないよっていうふうになるんですよね。いや、全くそうです。教育はやり直さなきゃいけない。ただ、教育からやり直すと、これやっぱり、あの、 一、二、ジェネレーション、三、はい、ジェネレーションってかかっていくでしょ。かか すごい時間がかかる長期プロジェクトになるわけですよね。えー、だけどこのそれこそ先方はもうグローバルアジェンダを2030年とかに設定してるわけで時間がないので、はい、えー、まあ今できることを全力でやって今まあそういう教育を受けてきちゃった我々もですね、はい、え覚醒してしかしそういう人たちがもうこの C パックにまさに集まってきてたわけですよ。うん、メキシコからも来てた。素晴らしい。うん。でなんか話によるとメキシコで汚職をこう撲滅し しよう立ち上がってメキシコは安さ多いですからね。うん、であの懇親会っていうかレセプションでそのメキシコから来てた人にですね、えー、話しかけてで「じゃあそのメキシコで、えー、議員やるっていうのはそんなに危険なことなんですか?」って言ったら「イエス!」とか、ね「<laughs> <laughs> イエス!」とか言って「プレイフォーミー、はい、僕のために祈ってくれ」と。<laughs> <laughs> というふうにね、はい、言われてしまいましたね。はい、あとはヨーロッパはまあハンガリーの方からもね、比較的あの保守的な風土があるようですけどね、うん、からも来ていました、はいはい。というように、だから世界中にね、そういう人たちいるんですよね、はいはい。だからそれぞれが孤立していてはいけない。あれこう手を取り合って、 対抗する健全なカルチャーを育成していく、醸成していくっていうことは大事ですね。そうですね。参政党も早くね、党制を固めてですね、そこらと繋がっていきたいんですけど、まだ国会議員が一人しかいないのと、党全体もまだ固まりきってないので、うん、早くですね、国会議員10人ぐらいの状態にしてですね、ちゃんと外国の窓口になれるようなスタッフをきちっと固めておいて、はい、あの、やりたいと思いますまあそっちの方はですね、あの、まだ今回も、 このゲッターの人たちと話してきたので、はい、えまあ体制はまあ徐々に整えていただいて、はい、えまあしかしもったいないから、うん、こういうレターもせっかく来たのが、ねはい、えミッシングになってしまったということもあるから、はい、まあ国際的窓口というのは、僕の方である程度やりますから、はい、まあ広げていきましょう。はい、はい、分かりました、はい、ということで、今日も本当に、ね、情報戦をどう広げていくかということのお話になったかと思います。